直せと言ってるだろうが。ピアスを外せ。後で外しますよ。おい、何があった？別に、勝手にしろよ。興味ないもん。ギャッ！スズナ？美咲にばっかり負担かけられないもの。母さんだってしっかりしなくちゃ。お姉ちゃん、出かけるついでにこのハガキ出しといて。また検証か？こちらへどうぞ。ミサちゃん。はい。やっぱいつまで経っても馴染めんな。終わった。最悪だ。ミサちゃんだったのか。もういいから早く上がりなさい。いえ、大丈夫です。場所を変えよう。いいから来い。へえ、大変だな。これ式のことで今まで築いてきた信頼を失ってたまるか。あれから3日経つが、メイドという言葉に過剰に反応してしまう。これはサンドバッグだな。ボクシング部の。お前ら、これとっとと片付けろ。いや、さすが美咲。な、何見てんだよ。ぶって、なんで来てんだ正面から。冷やかしか、根性試しか。屈辱だ。お待たせいたしました。あいつ逆に注目されまくってんの分かんないのか。どうせ余裕のない私を笑って楽しんでるんだろう。雑誌の内容を調べた上で検討する。あからさまに学校に不適切な内容のものは禁止。会長って実は M？ なんでお前がいいんだよ。お前なんかの力は借りない。お前なんかの力は借りない。いいのかよ会長、こういう格好すればそれなりに。可愛いからって触る。いいよ、ゆっくり休んで。あいつらに何かしたのか。別に、俺の密かな楽しみだから。全部変わらないんだから、胸を張っていいと思うぜ。見てろよ、すぐ薄いを追い越して。今度は私がお前の心配をしてやる。どうするよ。あ、薄井さん。なんだ。闇討ちでなきゃあの会長にはかなわねえよ。今度こそまともな案を持ってきたんだろうな。去年これやって盛り上がったじゃねえか。お前らだけは、ね、だから認められる案を持ってこいと言ってるんだ。こうなっただ薄井。いや、薄井さん、もっとこう感情込めて。逆にあいつらハマってるじゃん。猫耳だ。ただいま。おかえり。お姉ちゃんこそ家計のために好きでもないメイドのバイト。重っ。結構重いな。あれ、大丈夫。きっと楽しい学園祭になるよ。余計な演出は不要。テーマは女子が入れる健全なプラネタリウムだ。厨房と接客係を分けた方がいいな。それとメニューが多すぎる。あまり。どうせまたろくでもない相談でもしてるんだろ。2組の男子がこのまま黙って引き下がるとは思えないが。ミサちゃんはこの仕事に愛着ないんだし、コックですよ。楽しい時間を過ごしてもらいたいなら、まず私たちが楽しまなくちゃ。会長、これ店パン？うわっ、いいよ別に。嫌いなんだから敵対心持たれて大いに結構。天下の学園祭へようこそ。ちょっとイメージが。ありがとう、また来てね。男の戦闘コスプレ喫茶らしいよ。ふざけん。こんな偉そうに命令ばっかされて言うこと聞こうなんて思えるわけねえだろ。こうなったのは私の責任だ。待ってくれ。ごめん、手伝うよ。謝罪は後だ。
チーズタルトとレモンティーですね。僕も注文お願いします。 How about you, sir? What would you like? カッカ、ご注文お願いします。ほどほどにしておけよ。会長が笑った。笑った。薄い、ありがとう、助かった。俺だけのメイドだからな。それでは気にせずに続けさせていただきます。やっぱりいまいち想像できない。ほら、お客様のこと。ほのかはお兄ちゃん。あ、まだかなお兄ちゃん。まだかな。性に合わないということを仕事ができない理由にするつもり。甘えるのも大概にしな、小娘が。何色でもいいです。今日はもう上がりなの。それだと他のことかぶっちゃってて。メイド交換ノートにミサちゃんへのメッセージを。こんな風にメッセージにイラストを添えてみたり。うまい。許された。何を。で、これだとこの花何色。いや、それなら逆に俺はイチゴパンツが。というか、いつの間に下着の話に。つか、俺二次元に興味ないから、どれも同じに見えるし。どんな話をするんだ。特に普通の。じゃ、会長。私はただ、シーのけ対策をだ。悪くもないが、よくない。だって全員これなんだもん。どういう意味ですかね、それ。いや、二人は可愛いなと思って。いいのか、いっくん。5月早い。ご主人様、そろそろお許し願えますか。それよりも今はお兄たんのことで頭がいっぱい。それにメイドラテが普通の喫茶店と違うところは。もし今の須野会長が俺の妹だったとしたら。だったとしたら、ぎこちなさは残るものの、ずいぶんナチュラルに。何か飲む。それとどうしたの。はい、お水。それどこの水。なんかミサ、今日は機嫌悪そうだから帰ろっかな。天然ツンデレ妹から。お礼は言ってくんないの。なんで。俺のおかげで成功したでしょ。やっぱりあの薄井くんが隣にいる時だけなんだもん。おさま、じゃあやっぱり。葵。はあ、私感動されたから、私ってば似合っちゃう。そうだ、ブログに写真アップしようっと。何よ、文句あんの。あんたなんかより私の方がよっぽど。あ、かわいいよ。お帰りなさいませ、ご主人様。誰誰、さつきさん。何あのフェロモン肩の男、何者。夕方からの厨房スタッフが急に来れなくなったんです。手伝いましょうか。はあ、薄井くんが。俺これでも料理できる。葵も食べたいな。店で注文してくれたらね。あ、葵ちゃん、葵ちゃん。あれは誰。ほら、簡単に落とせる。結構です。もったいない。着替えてたんだ。うん、今日はもう上がりだから。どうやって薄井匠を誘惑したの。ほら、帰ったかい。どうしてほしいの。何。いい加減にしなさい。本気でそう思う。そいつら見返したいんなら真正面から向き合え。教え帰れ。男なのに可愛い服が好きで女装までしてんだぜ。生意気な捨て台詞まで。全部無駄だったか。やだ、もう葵ちゃんたら。ガクラグッチョ。葵ちゃんの服って店長のお下がりだったんですか。もう我慢できない。ちょっと来て。お疲れ様。やった、ちょ
音の音切らしてたんだ。あの今日は学校行ったんだ。あっちゃー、天気予報嘘ばっか。ごめんね、私ってこんなやつだから。心配かけたなら謝るよ。女を磨かないとそのうち振られて泣くんだから。